皆さん、こんにちは。予想以上に体重が減っている中の人の代理、キズナあかりです。今回の動画では、道の駅明治の森、黒磯に向かいます。では、走行風景をお楽しみください。
道の駅明治の森黒磯に到着しました。広そうな駐車場ですが、意外と駐車スペースが少ない感じかな。本によると大型車13台、普通車33台、新商車用2台になっているようです。とりあえずバイク置き場がわからないので、この辺りに。では、道の駅明治の森、黒磯を紹介しようと思ったのですが、ホームページを確認してびっくり。なんと、リニューアル工事で閉店していることを知りました。本でおすすめとされていたジェラートを食べて美味しかったのに残念。レストランとパン工房は閉店してしまっています。地元の食材を売っている直売所は、近くのサッカー場で仮店舗を開店しているようです。調べてみると、2024年4月頃、準備ができたところからプレオープンして、10月に全面営業を目指しているようです。ということで、道の駅明治の森、黒磯でした。次は、道の駅湯の香り、塩原に向かいます。ご視聴ありがとうございました。